はい、どうも矢沢です。6月に入りまして、かなり暑くなってきましたけれども、関東地方もね、明日明後日ぐらいからずっと雨マークなんで、いよいよ梅雨入りかなという感じですけれども、まあそんな中ね、今日はちょっと便利アイテムを見つけてしまったので、ご紹介したいと思うんですけれども、これですね、スティックイットっていうやつなんですけど、これパッケージにこんなバーコード貼っちゃダメだよね。はい、改めまして矢沢です。まあね、このスティックイットっていう売り文句は何かというと、どこにでもくっつくんですって。で、今までね、自分みたいな仕事をしてる人間としては、まあ撮影環境が選べないような場所に照明であるとかカメラをね設置するような時っていうのは、こういうやつとかこういうやつとかこういうやつとかグリップタイプのやつ、こういう挟むやつとかで、こういうものをまあまあ細かく用意してですね、まあ現場現場で対応できるようにしてたんですけど、それらがね全くいらなくなるんじゃないかっていう、それもねこんなちっちゃなやつで、でこれ本当にねどこにでもくっつくのか、どれぐらい使い勝手がいいのかっていうのをね、今回ちょっと自分で試しながら検証してみたいと思うんですよ。はい、じゃあ手元アップにしまして、ちょっといろいろ見ていきたいと思いますけども、とりあえず開けちゃいましょう。シンプル。これあれですね、もう完全に GoPro マウントですね。GoPro マウントで、こっち側はいいよ、2枚入ってるのかな。あ、ちっちゃいのがいっぱい入ってますね。そうかそうか。これユーザーズガイドですね。こんな感じで、日本語なのが嬉しいとこですね。はい。で、これを、あ、まあ、ペタペタしてる。こいつを、とりあえずこれが大きさ的には正しいのかな。これをこのままペタッと貼る感じかな。ペタッ。ね、こうやって後ろに貼っつけて。うわ、もうペタペタ。わかるかな、ピッタピタな感じですよ。で、あとはこれがどれぐらいの強度があるのかっていうところと、あとどれぐらいね再生するというか持つのかなっていうところですね。 GoPro 7ですね。これつけてみましょうか。ピト、おお、すげえもうそのまんまくっついちゃいましたね。こんな脇、こんな感じですけど、はい。で、まあすごい安定感ありますよ。全然結構乱暴に雑に扱ってるけど全然落ちないですね。で、剥がすときどうなんだろう、逆にね。おっ、ハゲハゲだ。で、裏側、まあ多少汚れてはいるけど全然大丈夫ですね。じゃあ今度は木目ですね。ここにくっつけてみます。お、間違って逆につけたけど、あ、でもこれも全然いけちゃう。お、すげえな、すごいな。よいしょ、また。はい、続いてバスルームのガラスです。ガラス、よいしょ、ピト、これも大丈夫。なかなか画面的に伝わらないんですけど、すんごい安定感あるんですよね。で、剥がすときもまあそこそこ力はいるけど、まあ全然綺麗に剥げるし、跡が残ってないっていうのが嬉しいですよね。はい、続いて同じガラスでもこういうね、曇りガラス、これに乗ってちょっとザラつきがあるじゃないですか。どうなんだろうね。よいしょ。何の心配もいらない感じ。で、今いくつかね、貼っつけて若干汚れたんで洗ってみます。これ洗うとなんかムラつきとかがなくなってすごくサラサラしてくるんですけど、どうなんだろうな。これだとくっつかないけど乾くとくっつくのかな。やっぱりね、貼り付けた時の強度も大事なんだけど、どのぐらい、まあ
繰り返し使えるかっていうのも重要ですよね、こういうやつって。ああなるほど、これすごいね。洗ってる時は何の抵抗感もなくってね、こうやってちょっとこうやってスル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 いくんですよ。でこれ濡れた状態だともう本当に何のにもくっつかないんだけど、これ例えばちょっとタオルには上で拭きますね。拭くとこれわかるかな、ここほら復活してくる復活してくるっていう、すごいね。完全に乾くともう元通りになっちゃうんだろうな。あとこれが繰り返し何回使えるかっていうところはちょっと気になるところですけれども、まあ少なくとも、木、窓、コンクリート、ね、金属とかそういうところは大丈夫っぽいですね。はい、今なんかこれね、変換プラグをつけてスマートフォンを壁にくっつけてみたんですけどもね、こんな風に設置できちゃうっていうのは、まあ、撮影するだけじゃなくっていろんな場面でね、見ることもできるし非常に重宝しますよね。はい、続いてこれ、リトラプロです。照明なんですけれどもこれもちょっとくっつけてみようかなと思います。こんな感じね、もう何の問題もなくついてます。これ結構ね実は重量があるんですけど全然大丈夫ですね。でしかもこれ完全防水の照明なんですよ、 LED なんですけど。でこれ今取り付けてるのはバスルームなんですけど、バスルームなんかはねやっぱりシャワーシーンなんかをグラビアで撮る時があるんですけど、そういった時にすごくあのスペースが限られてしまうので外からしか当てることができなかったんですけど、これでどうだろう、このぐらい明るくなっちゃうっていうね。浴室の電気消しちゃいますね。でもうちょっと明るい、これ全然まだ弱いんですよ、強くすることはできるので。でさらにもうディフューザーなんかをかませればそのまんま、まあ、裏から言うとこんな感じになってるんですけどね。で先日ご紹介したこれよりもう一回り小さいリトラトーチってやつがあるんですけど、それに1個使えばもう全然このバスルームぐらいの、ね、広さだったら照明として、ね、内側に設置できちゃってシャワーの水とかも気にしなくて取れちゃうんで、これめちゃくちゃいいな。うん、これはいいですよ。裏側こんな感じになってるっていうのはね、ガラス通すことによってお分かりいただけると思うんですけど、はいはい。今回ねご紹介した、このスティックイットというねこの便利グッズなんですけれども、まあ今スマートフォンをね取り付けるときにはこういう、まあ、変換プラグ、これまあ別売りになっちゃうんですけど、こういう変換プラグであるとかね、こういうネジピンに変換してくれるこういうやつをまあ多少ね買い足す必要はあるかもしれないんですけど、これを取り付けることによっていろんなねものがこういった壁に気軽にくっつけられるという点で非常に、便利ですね。でまあ取り付けたら取り付けたでねちょっと汚れてはしまうんですけれども、これもう一回さっきみたいに水で洗っちゃってこの保護フィルムですかね、これを貼っつけておけば保管しておけるっていう感じです。はい。でちなみにこれ Amazon でなんかねクラウドファンディングですごい1位になって激売れしてるっぽくてですね、今見た感じでは7月10日に入荷予定、1ヶ月近く待たなきゃいけないのかな。で値段はね4680円なんで、私はギリギリいいタイミングで買ったみたいです。はい。このまあ何の役にも立たないパッケージですけど、ね、バーコード貼っちゃってあるんですけど、これまあ使えるアイテムだと思います。今回は、スティックイット、ね、どこにでも取り付けられるアイテムのご紹介でした。Thank you.